はい、こんにちは。沖縄おばばです。はい。みーちゃんが、あ、みーちゃんが入ってますね。はい。えー、お目目がキラキラですね。はい、えー。ちょっと暗いんでね、ちょっと照明つけてるんで申し訳ないです。はい。えーとですね、皆さんこんにちは。えー、ライラックさんがね、考えさせられる記事をあげていたんで、えー、皆さんにご紹介したいと思いました。はい。どうして日本人は目覚めることができないのか はい。それについてです。はい。皆さんどうしてだと思いますかこれね、ライラックさんね、バレエのー、踊る方のバレエですね。はい。バレエの先生をしています。私もね、あのー、ちょっとダンスをやってたんで、わ、えー、かるんですけど、はい、えー。私もバレエはちょっとやってました。はい。えーとね、わかるんですけど、えー、アーティストですね、いわゆるアートなあーものっていうのは、 非常に感覚を使うんですよね。感覚ともちろん思考も使います。はい。えー、でもね、えー、この、ライラックさんが言うには、日本人の子たち、はい。日本人の子たちはね、自分の頭で考えないで、えー、自分のね、頭で考えることができないで、こう、人の言ったことを返しにしてね、それとなくわかってるふりをするのが上手だということです。 私、これ本当に、これ本当にそうだなと思います。はい。私もね、多分、あのー、他の外国に住まなかったら、はい。えー、まあ、住んでいたところは台湾なんですけど、あと、まあ、えー、短期ですけど、住んでいたのはアメリカです。はい。えー、で、えー、住まなかったら多分ね、えー、私も目覚めることはなかったんじゃないかと思います。はい。えー、まあ、どこが違うのか、外国人とね、日本人と。えー、まずね、 えー、ライラックさんが言ってますが、ああ、これ私もそう思います。親がね、望んでいないっていうことです。つまり親が、子供がね、えー、自分のね、頭で考えて、自分の感覚で、えー、何かね、理解するっていうことを、まず望んでいないっていうことなんですよ。これ困、困った現象ですよね。もちろんね、あのー、台湾の人も、まあ、 まあそういう一面もとし多少ありますけど、それでもね、やっぱりあのー、考えさせるっていうことを親はします。はい。ええー、まあたまに誘導したりもしますけど、まあそこら辺はね、やっぱりね、液況の国なんですよね。えー、陰陽が、こう、バランスをね、取るために、こう、まあ子供にもね、えー、考えさせて育てていくっていうことです。自立した大人になるためにね、 えー、そういうことを、まあ、ていうのかなあ、やっていくっていうことですね。えー、これが、まあ、台湾でもまあ、まあまあできてるんですよね。でも、まあ、日本の子供はどっちかっていうと、もう右向け右ですからね。す、え、べ、ー、てにおいてそういう感じですよね。まあ、これあのー、いろんな面で言えるんですけど、大体小学校から制服が多いじゃないですか、日本って。 ま、制服じゃないところもありますけどね。昔はね、あのー、お家が貧しかったりとか、私がちっちゃい頃はね、お家が貧しかったりとかしたんで、えー、私服が買えない子は制服でね、便利だったと思うんですけど、今はそんなに貧しくないんでね。で、島村とかね、安いお洋服屋さんもいっぱいあるんでね、昔はね、お洋服ってそこそこ値段したんですよ。 はい、えー、今より高かったような気がします。はい、私が中学校の頃でも T シャツ1枚1000円はなかったですね。はい。えー、まあ、あったとしたら、あの、何にもない白い T シャツですね。あの、ヘインズとかのね。あんなもんですね、1枚1000円ぐらいのって。 なんかイラストがついてたりとか、なんかちょっと可愛らしかったりすると、1枚最低でもね、2000円ぐらいしたんで、1500円から2000円ぐらいしました。私が、えー、中学校の時の記憶です。はい。えー、なのでね、えー、今のね、えー、なんていうのかな、お子さんたちは、えー、そうやって自分でね、洋服を選べるっていう、選ぶっていうね、そういう、あの、あれもないんだなって思います。はい。 えー、昔はね、やっぱりあの、私服が高かったんでね、そこそこね、えー、制服があれば便利で、えー、みんなね、あのー、なんていうのかなあ、ある意味、それが理由でいじめられたりしなかったっていうことなんですよね。でも今はもう、もう、実際もう、私服でもいいんじゃないかなと思ってます。はい、私服の方が安いしね。はい、まあ、そういうことですね。えー、なんだ、まあ、ちょっと話ずれちゃいましたけど、えー、とりあえずね、 えー、この、あのー、ライラックさんも外国人のアーティストとね、いろいろね、えー、まあ,あ、こう、共同で作業したりとか、そういうことをすることによってね、やっぱり感性とか、その、自分のね、頭で考えるっていう、そういう力がついたっていうことを言っています。なのでね、やっぱりもうちょっとね、ここら辺を、あの、日本のお,お母さんとかお父さん方はね、えー、ここら辺をね、 ちょっと、えー、意識して、えー、考えるといいかもしれません。はい。まあ、そんな感じですね。はい。えー、まあ、いろいろダラダラと話してしまいましたけど、えー、とりあえず読んでみてください。なんとなく納得するかもしれません。私もね、えー、ちょっとね、えー、どうしてこんなに、えー、目が覚めないのかなって、 思います。はい。えー、この点はね、えー、思ってることはなんか同じような感じですね。はい。まあそんなこんなです。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄ばばでした。あいみーちゃーん。ニャーですね。ニャー。あーい。あら。